はいどうもこんにちは。看護師鶴です。正確には元看護師鶴です。首になりましたんで。はい。えー、今回なんですけど、TikTok ライブを私やっていまして、で、その TikTok ライブ、もちろん投げ銭があるんですけども、その投げ銭、視聴者ランキングをやりたいと思いまーす ティックトックライブっていうのはね、まあ、ラゲ戦がありまして、お金で買ったコインを、そのコインを使ってギフトを投げるという。そしてそのギフトが僕に入ってきて、そのギフトをお金にできるという形になってるんですけども、はい。で、その投げたギフト、えー、約28日間、1日7日間28日間っていう振り分けで、ランキングが僕のね、 携帯では見れるんですけども、その、ランキングを発表しようという、とてもやらしい企画になっています。はい。一応あの、視聴者の方から、許可をもらいました。はい。というわけで早速発表していきましょうえー、2022年9月12日から10月9日の28日間の、えー、私にギフトを投げた方のランキング、発表します。では第3位。ペルリコちゃん、おめでとうございます。 え二、ー、28時間の総コイン数1905枚のコインいただきました。ありがとうございます。ね、モテレーターさんなんですね。はい。最近はね、忙しくて来れてないんですけど、またぜひ来てもらえたらと思います。では続いて第2位。まゆ三千ー !3926 コインありがとうございます。えー、競馬大好き、マゆチーですね。はい。 そして、輝く MVP は、8195枚のコインを投げていただいた、アスケーありがとうございますおめでとうございます月間 MVP です。はい。まあ、あの、ね、TikTok を知らない方は、それがいくらなのっていうところなんですけど、まあ、詳しいことはあんま言わない方がいいですね。まあ、コインで。 はい、お答えしたというわけです。まあ、このワンツースリーフィニッシュですね。えー、モデレーターさんです。私のありがたいことに。はい。まあ、だから3位から1905枚。うーん、1905枚ね。っていうことは、まあ、日本円にしたら、なんでしょうね。結構、いいバスタオルが買えるぐらい。うん で、2位の、えー、マユッチー3926枚ですね。まあ、これはね、まあ、マユッチーが、あのー、馬好きということもあるので、めちゃめちゃいい、人参が100本買えるかなっていう。うん。で、1位のアスケ8195枚。ね、これはまあ、ユニバの年パスでお釣りが来るかなぐらい。 もう僕はあの大阪の人間じゃないんで分かんないんですけどはいかといってね東京で住んでてもディズニーランドまで行ってないんで分かんないんですけどはいというわけでこんな感じになりましたモデレーターさんのワンツースリーフィニッシュではいでちなみに28日間の最高視聴時間も見てみましょうかねコインと時間は違うんでねはい、えー、最高時間の方第3位ゆっぴさん4時間13分ありがとうございますで第2位 6時間39分で、あすけありがとうございます。ね。で、次が、えー、時間のね、視聴時間の MVP、9時間43分で、まゆっちありがとうございます競馬大好きまゆっち。ね。はい。9時間ですよ。もう、1日の3分の1以上私を見てるというね。まあ、1ヶ月ですけどね。はい。まあ、1ヶ月に1回この企画してもいいかなっていう。 ことを思ってますんでトップ3に私を入るんだっていう人はもうたくさん見てたくさん投げてもらえたらと思いますはいというわけでえー、月間 TikTok ライブ視聴者ランキングでしたありがとうございました